アビスパ対シエル J2 第33節、今日の試合実況や通過放送席には J リーグで活躍されました水沼貴さんがいらっしゃいます。水沼さん、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。この試合の模様は現地より生中継でお送りします。非常に見応えなりそうな試合になりましたね。水沼さん、そうですね、今日の一戦注目ですよね。そろそろ選手入場の時間です。審判団に続いて選手たちが姿を見せます。取り急ぎスターティングメンバーを紹介します。ホームチーム白のユニフォーム、現在第2位アビスパ。ゴールキーパーに塚本、ディフェンダーにゼルッチ、セルジオ、三上、平島、ミッドフィルダーに久永、石井、リシュトルク、平松、フォワードに安永、江口。 4-4-2 のシステム、サイドのスペースを有効に使い攻撃を組み立てます。対します、水色のユニフォーム、現在首位シエル。ゴールキーパーに藤沢、ディフェンダーに熊、宇田川、岡本、河合、石野、ミッドフィルダーに二木、江口、島、フォワードに大倉、ラコブチェク。 5-3-2 のシステム、守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。水沼さん、シエル取材に行かれたそうですね。どうでした？試合に備えてチーム全体で調整を行ってました。まもなく前半45分が始まります。キックオフ、前半45分のスタートです。久永、スローインでゲーム再開です。熊、パスを出します。さあ大きく出した、これはファウルでしょう。フリーキックで再開します。ラコブチェフ、サイドが空いています。チャンス、どうでしょうか。これ嫌なボールです。来た、シエル
試合開始直後あっという間の先制ゴール、0対1。今のプレーをもう一度。水沼さん、シュー、ナイスゴール。まずは先手を取りました。このまま追加点を取ってさらに優位につけておきたいですね。キックオフです。平松、久永、二人奪います。いいですよ。石井、スペースに展開します。安永、前に出てボールをキャッチ。リシュトルク、スライディング、ラコブチェフ、江口、中に絞った、あーっと来た、ゴール、追加点、突き放します、0対2。先ほどのシーンです。水沼さん、江口、余分な力を省いて丁寧にコースを狙っていますよね。ナイスゴール、見事に期待に応えてくれましたね。キックオフされました。リシュトルク、手元の時計で前半の35分が経過しています。シエル、2点のリード。ラコブチェフ、江口、右サイド、どういくか、入った、追加点、突き放します、0対3。VTR が出ます。江口、いいボールでした。いいボールが入りました。受ける方もグラウンドができることが分かってましたね。キックオフです。リシュトルク、ここで長いホイッスル。江口、動きはいかがですか。良かったと思います。効果的に動けてましたから後半も期待できました。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ後半に臨みます。後半開始のキックオフ、大倉、さあボールを大きく出す、これはカットします、前へ進みます、組み立てます、ラコブチェフ、いた、来た、ラコブチェフ、これで3点目、ハットトリック達成です、0対4。先ほどのゴールシーンです。勝利をさらに決定づける得点が入りました。この時間帯でこの点差では試合はほぼ決まりでしょうね。キックオフされました。平松、久永、スローイン、キーパーを使います。三上、この人はリシュトルク、右へ、裏が空いています。キーパーです。Thank you.
シエル、大きく入れ替えてきます。これはファール。審判が選手を呼びます。レッドカード一発退場です。いや、やってしまいましたからね。これは仕方ないかな。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、0対4でシエル、堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。シエル、首位攻防戦の直接対決に勝利しました。振り返ってみてどうでしょう、水沼さん。そうですね、何としてでも勝とうという意気込みが選手たちから伝わってきましたもんね。水沼さん、ラコブチェフ、今日のプレーはいかがでしたか。前線でいい働きをしましたね。いい形を作ってました。次節の対戦チームはアウェイでのゲームとなります。水沼さん、アウェイの雰囲気に飲まれずに頑張ってもらいたいですね。本日は J2 第33節、実況八塚、解説は水沼貴史さんでした。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また次の機会に。三井主体シエル J2 第34節、今日の試合、実況はおなじみの八塚博、解説は長嶋昭弘さんです。長嶋さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この試合の模様は現地から生中継でお送りします。ダービーということで今日は気合入るでしょうね、長嶋さん。そうですね、今日は暑くなること間違いないですから、今日の一戦注目ですよね。それではピッチの方にカメラを映してみましょう。選手たちがピッチの上に姿を現しました。それではスターティングメンバーをご紹介します。ホームチーム、紫のユニフォーム、現在第7位、三石、ゴールキーパーに寺尾、ディフェンダーに滝本、和真、小池、立石、ミッドフィルダーに落合、チェソクホン、吉武、熊田、フォワードにガイファ、佐藤。システムは 4-4-2、 戦術は主に中央突破です。対します、白のユニフォームに身をまといます、現在首位シエル、
ゴールキーパーの藤沢、ディフェンダーの熊、宇田川、岡本、河合、石野、ミッドフィルダーの深井、江口、奥田、フォワードの大倉、ラコブチェフ。システムは 5-3-2、 守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。長嶋さん、シエル、練習を取材されたそうですが、いかがでした？調整に多く時間をかけていたようですね。まもなく前半45分が始まります。さあ、ダービーマッチキックオフ。吉武、熊田、長いボールを出した。手元の時計で前半15分を回ったところです。0対0、三石どう組み立てていくか。持ち込んだ、シュートへ、これが決まった。シエロ先手を取ります。0対1。リプレイです。長嶋さん、ラコブチェフ自ら持ち込んでいきましたね。調子良さそうですね。自分で行くぞっていうこの姿勢が何よりもいいですね。キックオフされました。ガイファ、長いボールを出した。二人、奥田、この人が宇田川、ラコブチェフ、奪った、クリア、うまくつなぎます。河合、ラコブチェフ、奥田、宇田川、防いだ。シエル、コーナーキックを得ました。彼のキックに期待したいですね。おっと、ショートコーナーです。ラコブチェフ、来た、決まりました。シエロ、追加点のゴール。0対2。今のプレイです。長嶋さん、来ましたね。ナイスボール、見事に期待に応えてくれましたね。キックオフです。吉武、熊田、さあボールを大きく出す。スローインです。キーパーまで下げます。岡本、時間は前半40分を回ったところです。0対2。シエル、ここは慎重につないでいってほしい。クリア、右のスペースを使います。ここで前半戦が終了。江口、前半の動きはいかがでしたでしょうか？調子良さそうですね。しっかり自分の役割を果たしてました。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフ。深井、奥田、さあ大きく出した。慎重に運びます。回します。ここもつながる。嫌なボールです。おっと、決めてきました。シエロ、追加点のゴール。0対3。
今のゴールシーンです。さらにゴールゲット、試合の流れを完全に掴んでいます。サッカーは何が起こるか分かりませんが、まあ安全圏と言っていいでしょうね。シエル、ここへ来て大きく動いてきました。キックオフされました。佐藤、吉武、ここで試合終了。ご覧いただいた通り0対3でシエル、堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。シエルについてですが、長嶋さん、今日の試合ご覧になっていかがでしたか？そうですね、危なげなく勝つことができましたね。いやー、今日のダービーもまた盛り上がりましたね。これはいつ見てもすごいですね。ダービーの雰囲気は独特のものがありますからね。選手たちも特別なパワーが出るようですね。今日の勝利で3戦連続の勝利となりますね。今日の試合を見ても調子がいいのが見て取れますよね。次節の対戦チームはフロンターレ、ホームスタジアムに迎えてのゲームとなります。長嶋さん、ホームで落とすわけにはいきませんからね。本日は J2 第34節、解説元日本代表長嶋昭弘さん、実況は安塚博士でお送りしました。長嶋さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。緑のピッチが照明に照らされとても綺麗です。 J2 第35節、シエロ対フロンターレ、今日の試合実況は安塚博士、解説は長嶋昭弘さんにお願いしています。長嶋さん、
今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご覧の放送は現地より生中継でお送りします。そろそろ選手入場の時間です。試合開始が近づき、満員のスタジアムがさらに盛り上がります。それでは本日のスターティングメンバーをご紹介しましょう。左から右に攻めます。水色のユニフォームを身につけます。現在首位シエル、ゴールキーパーに藤沢、ディフェンダーに熊、宇田川、岡本、河合、石野、ミッドフィルダーに二木、江口、奥田、フォワードに大倉、ラコブチェフ。システムは 5-3-2。 守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。アウェーチーム白のユニフォームに身をまといます。現在第6位フロンターレ、ゴールキーパー吉原、ディフェンダーの岡山、伊藤、美濃和、ミッドフィルダーの鬼木、山根、アウグスト、重原、ジュニーニ、フォワードの井上、ガナハ。352のシステム、サイドから攻撃を組み立てます。長嶋さん、シエル、カウンター攻撃で相手を切り崩す戦術を取っています。そうですね、敏感にチャンスを感じ取って攻めるタイミングを逃さないことが重要だと思います。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。江口、ロングボール、ここはスローインになります。一旦キーパー吉原、鬼木、左にパスを出します。裏が空いているぞ、これはキーパーです。ここは止めました。宇田川、左へ出します。持ち込んだ、インターセプトします。左へ、いい反応を見せました。ボールを回していきます。二木、吉原、キャッチした。ここで前半戦が終了。江口、動きはいかがですか。良かったと思いますよ。効果的に動けてましたが、後半も期待できますね。選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。後半開始のキックオフです。ジュニーニ、アウグスト、しかし長嶋さん、江口、普段何を食べれば底なしのスタミナ身につくんでしょうかね。底なしですね。どこからあの力が湧いてくるんですかね。本当ですね。井上、山根、キーパーです。シエル、コーナーキックとなります。彼のキックに期待したいですね。最後はキーパー。シエル、選手の交代です。これはいい場所からのフリーキックとなります。直接狙えるいい位置ですが、さてどうするか。さあこのセットプレー注目しましょう。バーッと決まった、2カップ1点先行しました。1対0。リプレイが出ます。綺麗に決めてきました。やっぱり飛び道具があると強みですね。
素晴らしいキックでした。青雲、ここで選手交代です。キックオフです。重原、ボールを奪いました。二人中に入っていった。チャンスか、大倉、最後はキーパー。いい反応を見せました。突っかける、いい反応を見せました。大倉、中に絞ってきた、シュートまで来た、来た。試合を決定づけるゴールが決まりました。2対0。VTR が出ます。長嶋さん、ラコブチェフ、切れてますね。これは本当にお見事としか言いようがないですね。ディフェンス陣も呆然としてますよ。キックオフされました。重原、井上、ロングボール。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば2対0でシエ、相手ゴールを許さず完封勝利です。今日も相変わらずの好調ぶりを見せました。ということでご覧の結果になったわけですが、長嶋さん、シエロについてです。今日の試合振り返ってみてどうですか？そうですね、相手に反撃を許さなかったのが大きな勝因だと思いますね。このところの試合展開を見て攻撃面をどうご覧になりますか？そうですね、形はしっかりできていますね。次節対戦しますチームはベルマーレ、敵地アウェイでの対戦となりますね。長嶋さん、アウェイの雰囲気に飲まれずに頑張ってもらいたいですね。本日は J2 第35節、解説元日本代表長嶋昭弘さん、実況は安塚博士でお送りしました。長嶋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、皆さんごきげんよう。
サッカーを愛する皆さん、こんばんは。 J2 第36節ベルマーレ対シエル、今日の試合、実況はおなじみの八塚博史、解説は元日本代表の木村和司さんです。木村さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ご覧の放送は現地より生中継でお送りします。さあ、まもなく選手の入場です。グラウンド上に選手たちが入ってきました。取り急ぎ先発メンバーを紹介します。ホームチーム、青のユニフォームを身につけます。現在第11位ベルマール。ゴールキーパーは鈴木、ディフェンダーはパラシオス、池田、時崎、ミッドフィルダーは吉野、熊林、カルパエス、ビラレア、鉄塚、フォワードは上野、高田。352のシステム、中央から相手を切り崩します。対します、白のユニフォーム、現在首位シエル。ゴールキーパーに藤沢、ディフェンダーに熊、宇田川、岡本、河合、石野、ミッドフィルダーに二木、江口、奥田、フォワードに大倉、ラコブチェフ。532のシステム、守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。木村さん、江口、今日はこの人が鍵となってくるでしょうが、オフェンシブハーフとしての彼のプレー、どう見ますか？素早い状況判断と正確なプレーが求められますね。さあ、キックオフ始まりました。鉄塚、カルパエス、ここは止めました。大事に持っていきます。ドリブル、可愛い、折り返した、ラコブチェフ、来た、シエロ、1点先行しました。0対1。先ほどのシーンです。木村さん、シエル、ナイスゴール。まずは先手を取りました。いい時間に先制することができましたね。キックオフされました。ビラレア、ボールを回していきます。いい読みでカットします。さあ、ここで攻守が入れ替わります。右に叩きます。中に入れた、ナイスカット、うまく守りました。時間は前半40分が経過しています。0対1、ベルマール。さあ、組み立てます。前へ出します。上野、熊林、シュートへ、弾いた、前半が終了しました。江口、動きはいかがですか？いい動きでしたね。後半も期待できますね。選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。後半開始のキックオフです。奥田、さあ、コーナーキックでゲーム再開です。彼のキックに期待したいですね。一度様子を見ました。宇田川、来た、シエロ。後半開始してすぐの時間、ゴールを得ました。0対2。先ほどのゴールシーンです。木村さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。
キックオフです。手塚、熊林、ここは止めました。ボールを回していきます。速い球離れ、防いだ。なんとか防ぎました。シエル、ここで選手交代があるようです。手元の時計で後半の35分になろうというところ。0対2シエル、さあ組み立てます。ここは右へラコブチェフ、左のスペースを使います。クロスを入れた、あー来た、ゴール、ラコブチェフダメ押しのゴール、0対3。リプレイが出ます。木村さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。シエル、選手の交代です。キックオフしました。ビラレアル、坂本、さあボールを大きく出す。スローインです。キーパーです。青雲、ラコブチェフ、江口、抜けるか、入った。この差は大きい、0対4。先ほどのゴールシーンです。木村さん、江口、余分な力を省いて丁寧にコースを狙っていますよね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。キックオフされました。ビラレア、坂本、さあボールを大きく出す。そしてここで試合終了のホイッスル。結果は0対4でシエル、堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。今日も相変わらずの好調ぶりを見せましたシエロについてですが、木村さん、今日の試合を見て一言いただけますか。そうですね、危なげなく勝つことができましたね。今シーズンの得点ランクですが、ラコブチェフ調子いいですよね。木村さん、いかがですか。得点王争いに絡みそうですね。今の勢いなら最有力候補ですよ。次節の対戦チームはサガン、首位攻防戦の直接対決、これは激しい試合になりそうです。そうですね、両チームとも優勝を狙うにはここは勝ちたいですね。本日は J2 第36節、解説元日本代表木村和司さん、実況は八塚博史でした。木村さん、どうもありがとうございました。ほうじゃ、さよなら。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。
パープルサンガ対シエル J リーグカップ準決勝第1戦、今日の試合実況は八塚博士、解説は元日本代表の長嶋昭弘さんです。長嶋さん、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。この試合の模様は現地より生中継でお送りします。いやー、楽しみな一戦がやってまいりました。長嶋さん、そうですね、今日の一戦注目ですよね。まもなく選手入場です。選手たちがフィールドに姿を見せました。取り急ぎスターティングメンバーを紹介します。画面の左側に遠藤を取りました。紫のユニフォームを身につけます。パープルさん、ゴールキーパーに平井、ディフェンダーに手嶋、角田、鈴木、ミッドフィルダーコ・ジョンス、斉藤、鈴木、富田、フォワードに黒部、松井、田原。システムは 3-4-3、 中央から相手を切り崩します。これに対します白のユニフォーム、シエル、ゴールキーパー、藤沢、ディフェンダー、熊、宇田川、岡本、河合、石野、ミッドフィルダー、二木、江口、柴、フォワード、大倉、ラコブチェフ、5-3-2 のシステム。守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。江口、今日の試合キーとなりそうですが、一方で怪我に対してはどうでしょうか。怪我をしやすいように思えませんが、気が緩んでいるときは注意が必要ですよ。今熱戦の火蓋が切って落とされました。富田、田原、さあ大きく出した。さてゴールキックで試合再開です。富田、鈴木、ボールを回します。浮かせてきた、インターセプトします。前半15分が経過しています。ゲームはまだ静かな展開。抜けるか、ナイスカット、うまく守りました。うまくつなぎます。岡本、大倉、宇田川、これはいい場所からのフリーキックとなります。直接狙うには絶好の位置ですね。さあどうきますかね。いやー、惜しい。リプレイが出ます。うまくコントロールができなかったようです。いやー、外れましたか。ボールを回します。パスを狙った、インターセプト。鈴木、松井、これがコ・ジョンス。ボールを回します。富田、いた、キーパーが抑えます。前半45分が終了です。江口、動きはいかがですか。調子良さそうですね。しっかり自分の役割を果たしてましたよ。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ後半に臨みます。後半開始のキックオフ、芝、江口、スローインです。
面白い。うん、来た。シエロ1点先行しました。0対1。リプレイです。長嶋さん、来ましたね。ナイスボール。見事に期待に応えてくれましたね。キックオフしました。鈴木、富田、ここは大きく出します。鈴木、ここは止めました。ボールを回します。石野、シュートへ。うわー、 VTR が出ます。枠に入れたかったですね。外れましたか。シエル、ここで選手交代があるようです。コジョンス、見事に突破成功。左にはたく、ワンツーだ。田原、これが決まった。サンガ、見事な同点ゴールを決めました。1対1。今のプレイです。見るとよく見ていました。素晴らしいスルーパスを見せています。お互いのイメージがうまく一致しましたね。素晴らしいパス、そしてゴールでした。中井、ここで選手交代です。キックオフしました。畑中、二木、畑中、長いボールを出した。スローインです。嫌い。さあボールを大きく出す。斉藤、松井、見るとどうでしょう。これチャンス。ガスティーヨ、最後はキーパー。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、1対1でシエル、敵地での第1戦は引き分けに終わっています。残す第2戦はホームでの試合、サポーターの声援を背に決着をつけます。今日も相変わらずの好調ぶりを見せました。ということで、改めまして長嶋さん、シエロについてです。この試合どんな印象を持ちになりましたか？いい試合はしていたんですけどね、勝ちには至りませんでしたね。本日は J リーグカップ準決勝第1戦、実況を八塚博、解説は元日本代表長嶋昭弘さんでお送りしました。長嶋さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。
ニーカップスタジアムです。天気は晴れ。 J2 第37節シエロ対サガン、今日の試合実況や続か。放送席にはフリーキックの名手木村和志さんをお招きしています。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この試合の模様は現地から生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。大勢のサポーターで埋め尽くされました。取り急ぎ本日のスターティングメンバーを紹介します。まずはホームチーム、水色のユニフォームを身につけます。現在首位シエル、ゴールキーパーの藤沢、ディフェンダーの熊、宇田川、岡本、河合、石野、ミッドフィルダーの二人、江口、芝、フォワードの大倉、ラコブチェフ、532のシステム。戦術は主にカウンターです。メインスタンドから見て右に白のユニフォームに身をまといます。現在第3位サガン、ゴールキーパーのシュナイダー、ディフェンダーの永田、三好、山道、ミッドフィルダーの佐藤、矢部、トニベラバサ、ベルグルンド、池田、フォワードの小島、ジェフェルソン。システムは352、サイドから攻撃を組み立てます。木村さん、江口、今日の試合キーとなりそうですが、オフェンシブハーフとしての彼のプレーどう見ますか？常に前を向いてプレーするので多くのチャンスを演出していますね。今日は調子も良さそうですし、期待できると思いますね。今熱戦の火蓋が切って落とされました。二人、手元の時計で前半15分になろうというところ、0-0サガン。さあどうやって組み立てていきますか。大倉シュートだ、よく防いだ。さあそして二人、左へ、見事な連携、江口、来た、ニーカップ先手を取ります。1-0。リプレイが出ます。木村さん、シエル、前半のこの時間先制ゴールを奪いました。いい時間に先制することができましたね。キックオフです。ベルグルンド、池田、さあ大きく出した、スローインです。一旦キーパー藤沢、岡本、ここは止めました。浅いところから上げた、キーパーが抑えます。左にパスを出します。左に叩く、サードはよく止めました。大倉シュートだ。前半が終了しました。江口、いい形での攻撃参加が見られますね。いいプレーしてましたね。この分なら後半もいい調子でいけそうですね。ハーフタイムを終えて選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフ、ベルグルンド、奪います。二人、仕掛けます。さすがですよ。中に切れ込む、
シュートまで来た。最後はキーパー宇田川、パスをつないでいきます。石野、さてどうだ。うまくつなぎます。芝、いやー惜しい。今のプレーです。あと少しのところでした。あそこは決めてくれんと。シエル、ここは大きく変えてくるようです。さてゴールキックで試合再開です。ボールを前へ戻します。速い攻めを見せます。右にはたく、ワンツーだ。池田、来た。サガン、見事な同点ゴールを決めました。1対1。リプレイです。なんということでしょうか。ここへ来て同点ゴールを許してしまいました。集中力が切れてましたね。キックオフされました。畑中、江口、長いボールを出した。ここでホイッスルです。結果は1対1で惜しくも引き分けに終わっています。ということで改めて木村さん、シエロについてですね、この試合どんな印象をお持ちになりましたか。今日は課題の残る試合でしたね。ここ数試合を見て守りの形はうまく機能していますかね。そうですね、大崩れはしてないようですね。次節対戦しますチームはヴァンフォーレ、敵地アウェイでの対戦となりますね。木村さん、アウェイの雰囲気に飲まれずに頑張ってもらいたいですね。本日は J2 第37節、実況を八塚博、解説は木村和志さんでした。木村さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。
ニーカップスタジアムです。あいにくの曇り空、 J リーグカップ準決勝第2戦、シエロ対パープルさん。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、放送席には関西弁解説でおなじみの長嶋晃さんがいらっしゃいます。長嶋さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご覧の放送は現地から生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。大歓声が巻き起こります。取り急ぎスターティングメンバーの紹介です。向かって左側にエンドを取りました。水色のユニフォーム、シエル。ゴールキーパー藤沢、ディフェンダー熊、宇田川、岡本、河合、石野、ミッドフィルダー二木、江口、柴、フォワード大倉、ラコブチェフ。532のシステム、守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。これに対します、紫のユニフォームパープルさん。ゴールキーパーは平井、ディフェンダーは手島、角田、鈴木、ミッドフィルダーは鈴木、斉藤、コジョンス、ガスティーヨ。フォワードは黒部、松井。見るとシステムは 3-4-3、 特に決まった戦術を採用していません。長嶋さん、シエル、しっかりと守りを固め、カウンターチャンスを伺いながら試合を展開します。そうですね、敏感にチャンスを感じ取って攻めるタイミングを逃さないことが重要だと思います。さあ試合開始です。芝、二木、江口、うまくつなぎます。左サイドから攻めます。右、奪った、スライディングを見せます。今のはうまい。中に入っていった。黒部、松井、どうでしょうこれ。来た、サンガ1点先行しました。0-1。今のプレーです。長嶋さん、シエル、先制ゴールを許してしまいました。これはどういった展開になるのか。やられましたね。さあ気持ちを切り替えて、まずは1点取りに行きましょう。キックオフです。芝、江口、シエル、コーナーキックを得ました。ショートコーナーもありますよ。行動が中途半端でしたね。タッチ終わります。前半が終了しました。江口、前半の動きはいかがでしたでしょうか。うまく動けてませんでしたね。後半にはどうにか立て直してほしいですね。ハーフタイムを終えて、選手たちがピッチ上に姿を見せ、後半に臨みます。後半開始のキックオフです。コジョンス、ガスティーヨ、ロングボール、スローインです。大きく逆サイドへ振ります。ラコブチェフ、右サイド突破、打てるか、来た、
ニーカップ。後半開始直後に鮮やかにゴールを奪いました。1対1。リプレイです。足元をうまく通してきました。いい判断です。いいボールが入りました。受ける方もグラウンダーで来ると分かっていましたからね。キックオフされました。黒部ロングボール。さあコーナーキックでゲーム再開です。低いボールもありえますよ。さあどう来ますかね。来た。3が勝ち越しです。1対2。今のプレイをもう一度。シエル、ここでまた1点のビハインド。どうにも後手後手に回ってしまいます。ちょっと厳しいですかね。もう一息頑張ってほしいですね。シエル、選手の交代です。キックオフされました。畑中、江口、ガスティーヨ、慎重に運びます。田原、左サイドを使う。鈴木、クロスを入れる。ピンチをしのいだ。時間は後半30分が経過しています。1対2。パーブルさん、さてどうしますか。ラコブチェフ、面白い。来た。2カップ。まだまだ試合は分かりません。同点です。2対2。今のゴールシーンです。ここで同点に追いつきました。ここからですよね。追いつきましたね。いい雰囲気ですね。流れは完全に来てますね。シエル、選手の交代です。キックオフです。ミルト、コジョンス、ここでホイッスル。後半終了です。第1戦2戦と決着つかず、 V ゴール方式の延長戦になります。まもなく延長前半開始のキックオフです。延長前半開始のキックオフ。畑中、二木、畑中、さあ大きく出した。スローインになります。大きく逆のスペースへ。コジョンス、パスを送ります。裏が空いているぞ。最後はキーパー。ここで長いホイッスル。延長後半開始のキックオフ。ガスティーヨ。さてゴールキックで試合再開です。クマ、江口、チャンスになるか。スペースに展開します。大倉、トラップして
今のプレーです。慌てたんでしょうか、外してしまいました。そこは決めてくれないと。ここでホイッスルです。さあ大変なことになりました。 PK 戦へと突入します。いや、来るとこまで来ましたね。サポーターの気持ちがここまで伝わってきますね。本当ですね。これから始まる PK 戦に向けて準備が進んでいます。先行はシエロ、一番手は大倉。コースを考えているんでしょうか。豪快に決めました。後攻になりました。3号一番手はコジョンス。キーパーとの読み合いでしょうか。ゴール左下、わずかに外れた。これは悔やみきれない。2人目畑中、じっとキーパー、キッカーを見据えます。ゴール左下、いいとこ狙ってきましたね。2人目鈴木、じっとキーパー、キッカーを見据えます。ボールは上に外れていきました。3人目ラコブチェフ、これはすごいプレッシャーですよ。思いっきりよく蹴り込みました。3人目田原、シエロ、止めれば PK 戦勝利が決まります。緊張の一瞬ですね。ゴール右下、わずかに外れた。彼の気持ちは痛いほど分かりますよ。試合の結果はご覧の通り、シエロ白熱したこの試合、 PK 戦勝利しました。シエロ、今日の結果で決勝進出が決まったわけですが、これは大健闘ですよね。どうご覧になりましたか。いや、素晴らしい快進撃ですね。こうなれば欲を出して一勝していいでしょう。本日は J リーグカップ準決勝第2戦、実況八塚博士、解説は長嶋昭弘さんを迎えてお送りしました。長嶋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。